それでは焼酎漬けを開始いたします。開けすぎないように慎重に。はい、よし。やば、去年こんな感じふざけてやってたら刺されたんですよね。箸で掴んで、はぁはぁはぁしちゃいましたつってこう入れる瞬間に、それではどんどん拉致っていきます。よいしょ。さあ、袋の中を撮影しています。希少な荒い個体がね、もういないと思いますんで、これができます。希少な荒い個体がいる場合はこうやると刺しにかかってくるんで、それが、よいしょ。これで結構危ないことやってるんで真似しないでくださいね。まあ、慣れれば真似してもいいんですけど。さあ、本日は駆除いたしました黄色スズメバチの自己流焼酎漬け編をお届けしました。以上、はちゃんとフーガでした。チャオーブン。